はい、どうもどうも、はい、見慣れない人たちがねいますね。はるちゃん、ドラマ出てたね、はるちゃん。そして新しいメンバーの沖本くんね、よろしくお願いします。いつものマッキーです、ございますね。今日ね、皆さんを召喚したのはある企画をやろうと思いまして。はい、うん、皆さん今3連休じゃないですかね、皆さんどうせ暇だろうとやることないだろうと、今回は新小岩で僕がお小遣いを1000円ずつ渡し、さらに自腹で1000円を足してもらい新小岩で2000円のお買い物をしてもらいたいなと。お買い物、お買い物、僕はこういう商品を買ってきました、このお店でみたいな。あ、なるほど。なんか自分なりにそのお店もプレゼンできると楽しいかなという企画です。それ行ったことないお店でもいいんですか、自分が知らなくて。あ、いいですよ、はい、たまたま入ったお店とかね。あ、本当ですか。はい、チェアーズで割といろんなお店紹介してるでしょ、うん、視聴者のその先は何を望むのかとね、その店もう見飽きたぞみたいなところをやってもなんかハードルがどんどんまあそれはそれでいいんですよ、はい、あの自分がこれっていうものがあるわけ、そこは。なるほど。まあかぶる可能性もなきにしもあらず、ね、そうですね。あ、そうですね、うん、確かに。どうしよう、先に入ろうとしてはるちゃんがもうこんなの一部やるしかないじゃん別にいっぱいあるんだからそうということで、みんなね、制限時間1時間を設けます。はい、1時間でね、はい、お小遣い、お小遣い、はい、お小遣い、ね、これでちょっとみんなで、まあ僕も含めね、はい、買い物してこようじゃないかと。どんなものが買えるのか、うん、質問してもいいですか。うん、1個じゃないですよね。これにどう使ったっていいですよ、うん、あともう1個いいですか、はい、その買ってきたものは自分のものになるんですか。なります、もちろん。じゃあいらないもの、受けれないでいらないものとか買ったらちょっとダメージきちゃうそれも自分のものになります、はい、ということでさあ始めましょう、はい、それでは買い物開始です。はい、行くぞ。はい、行きます裏目見せちゃったはい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、1時間で皆さん買い物終わりましたね。はい、終わりました、はい、1時間ちょうど。マッキーは15分近くです申し訳ありません。さぞいいもん。そうですね、遅刻するたびにどんどんハードルが上がってきますから申し訳ありませんでしたじゃあまず、はい、はるちゃんから新小岩の2000円買い物、何を買ってまいりましたか。はい、マカロンシェリーさんの大きいマカロン買ってきました。おお、大きいマカロン、大きいマカロン、なんだっけ、なんつうの、デカロンじゃなくて、デカロンじゃなくてトゥンカロンだっけ。あ、トゥンカロン、トゥンカロンです、はい、こちらになります。おー、何味なのこれ。4種類、ですね、これいろいろあるんですけども、カフェブリュレ、こちらですね。はで、シューティングスター、は多分これは、うん、グリーンモンスター、いちご U でございます。おー、で、何味多分これはイチゴです、うん、シューティングスターは何味なの。あのきらめく星の味です。おお、怖い怖いこれ可愛いですよ、ここなってるんですよ、モンスター。そういう感じ、ね、どういうこれ何ですかね、モンスター、グリーンモンスターです。あ、なるほど、これ口ってこと、はい、口かな、モンスターあ、モンスターねー、はい、え、これでいくらすんの。これでですね、トータルではい、1970円。ええー、すごい、時間内でなんですけど、実はこれって箱のお値段が入ってるんですよ。ボックス量が250円入ってるんですね。わお、間違えたら260円で、なるほど。だからボックスつけなければもう1個ぐらいマカロン買えます、うん、なるほど、はい、なるほど、ボックスつけて
この値段ですね、1970円になります。まあまあいいんじゃん。すごい上手。かわいいし、上手。マカロンシェリーね。マカロンシェリー、トゥンカロンね。トゥンカロン美味しいです。すごい、一個でお腹いっぱいになるんで、いい買い物してるよ。すごい、ほんと。さあ、続きまして、マッキーですね。はい、なんでそこ座るの。これがクッキーさん。はい、続いて、はい、マッキーさん。はい、マッキーさんは何を買ってきたの。はい、はい、4店舗で買ってきました。はい、1店舗目は、北口をね、私は攻めてみました。1店舗目は釜焼きパン屋さんのリオンライズさんで、ピスタチオ生クリームドーナツ。ピスタチオだ。はい、いくらも、これは、291円です。お、はい、あとシュークリームになりまして、小泉さんで、北口の小泉さんです、うん、のかりんとうシュークリーム。これ大好きなんですよ。ちょっといいですか、触って。はい、あ、硬い、大好きで、はい、これあんまり売り切れちゃうんでね、やっぱね。これが、270円です。はい、また北口ですね。プリン屋平松さん。あ、平松ね。はい、極上プリンです。極上プリン、はい、こちらお値段490円です。滑らかで美味しいプリンですよ。はい、これも結構売り切れタイプなんで、そうだね、よかったです。昼に買いに行って美味しそうで、新コーナーといえばチキチキさん。はい、こちらですね、ナゲット6ピース。うわ、めっちゃ買いそうになった。あ、いいね。はい、あと大好きなこれ、鶏から唐揚げですね。え、これ全部で2000円以内に収まってんの。はい、こちら、140円ぐらいの残しで1881円です。あ、これで1881円、はい、です。結構買えるんだね。そうですね、結構買えましたね。素晴らしい、よかった、ありがとうございました。続いては僕ですね。はい、あ、統一性はないんですね。はい、じゃあ私のね、はい、お買い物、まず一つは生活快感スゴーで、はい、スゴーって知ってる。知ってます。ホームセンターね、はい、知ってますね。しかもなんか個人経営みたいな感じのね、はい、スゴー大きいコーナーとかもあるけど、やっぱりちょっとしたものなんか急にこう買い、うん、何か買わなきゃいけないものをわざわざ大きいコーナーに行くよりはスゴーさんで買った方が近いのがいいですよね。いい、うん、これ、養生テープでございます。おー、養生テープは何気に万能ですからね。まあまあまあ、確かにね。ガムテープだと粘着性が強すぎる。みんな これ知ってるんですよ。ちょうどその説明別に、ね。これが547円。もう547円使っちゃいましたね。547円、ちょっと高はやめましょう。はい、そして取り松のこれ見てください、のり弁です。これ580円。いいです ね、 いいでしょ、はい、これすごいボリュームあると思わない。確かに具がいっぱい入ってますね、おかずが。確かに、もうのり弁なのにのりが見えないぐらい具材が入ってます。これは僕の夜食なんでね。開けないんすか。食べちゃう、開けちゃう。こういう感じですよ、はい、こういう感じ。おいしそう、いいでしょ、うん、いいですね、ね、はい、いろんなものが入ってます。素晴らしい。580円、580円、いいです ね、 ね。そして、うん、もう一つがこれですよ。気になりますね、これ。これね、あのファッションリサイクルタンポポさんの、あ、やば、アロハシャツ的な、ね、買えたの。そう、すごくない。すごい、いいじゃん。これこれなんと840円。へえ、いいでしょ。いいですね。お気に入りポイントとかあるんですか。やっぱり燃えるような赤ね。あと何がいいかって、まあ古着じゃないですか。でもこうほら質感がいいの。おー、確かにサラサラ。そうでしょ、涼しい。
すごいいいですね。こうすごくサラサラの。あ、いいじゃん。いいでしょ。あ、似合う。何がいいかって、新小岩のリサイクルショップね、古着屋さんって、ほら他の地域で買うと、うん、誰が来たかわからないじゃん。うん、けどこのタンポポハウスさんで買うと、うん、十中八九新小岩の人が来てたはずであろうという絶対的な安心感が生まれるわけです。なるほど、なるほど、ね、そういうことか。新小岩の人が来たものを受け継いでまた染まるみたいな、そういう感じで似合ってます。すごい似合ってますよ。そうでしょ、うん、この3点ね、840円のこのお召し物と547円の養生テープ、うん、そして鳥松さんののり弁、うん、ね、1967円。上手上手じゃない。これ消費税も込みでございます。おー、ちゃんと2000円を自分のものにしてる。そうでしょ、うん、さあ続きまして、期待が持てるね、デレレー、かわいい、こいつです。見てください、これラルフローレンですね。おー、かわいい。ラルフローレンの、はい、タンポポハウス。タンポポハウスではないです、ね、ないんかい。セレモニーショップつなぐさんですね。セレモニーショップってなんかあの観光総裁とかなんですかね、多分、とか、なんか七五三なんとか成人式なんとかとかいうのをやってるところなんですけど、店頭であのフリーマーケットやってるんですよ。まあ店頭中もフリーマーケットやってて、で結構その子供のおもちゃだったりとかも使わなくなったものが、それこそ新婚の人が使ってたやつなんじゃないですかね。絶対的安心感じゃん、はい、そうです。この、で、あのちょっと見てみたら、僕はあの娘が今2歳でもうすぐ3歳なんですけど、そのちょうどいい大きさの、しかもラルフローレン、これがですね、400円です。400円ですね。僕のとこの着るわけではない。僕ギリっすね。そうです、これが、はい、まず第1個これを買いました。はい、それがちょっとね、これもいきなりでかいのなんですけど、はい、これはちょっと、お店に、観葉植物をちょっと置こうかなって思ってて、ちょうどごぼうじゃないですね。食べないとかいっぱいあるじゃないですか。なんでそのこのユッカっていう、はい、この、まあ、観葉植物、僕じゃあお花よりもこういう木と緑がすごい好きで、でも育てるのもそんなに難しくないであろうみたいなのが、まあ、あのこれが1200円 で、まあ、で1320円ですね。で売ってたん で、はい、で、まあ、この観葉植物は買おうかなって思ってたんで、ちょうどよかった、はい、お小遣い1000円もらったし、ね、で、まあ、後々使えるし、ね、このユッカを買いました。はい、はい、するとですね、ちょっとお金がまだ余ったなってことで、うん、次買ったんですね。僕あのドラゴンボールがすごく好きなんで、ギャリックだけ、はい、ドラゴンボールウェハウスを買いました。うん、これですね。どこで買える？これはあの有名店お菓子の町岡さんで、はい、買いました。はい。これあの開封動画も撮れるかなと思って、はい、うん、じゃあ開封しよう。いいですか、はい、僕はやっぱり孫悟空好きなんで、やっぱレアな孫悟空か、うん、まあギャリックなんでベジータですね。そうだね、どっちかがではいいかなっていう感じなんですけど、お、なんか光ってるっぽい感じですね。ねれゴジーター、知ってますか？ゴジータダメじゃん。これめっちゃ、いや、悟空とベジータが合体したやつなんですよ。僕悟空かベジータがいいなって言ってて、合体したやつなんで、もうこれ最高なんですよ。持ってますね、はあ、フュージョンで合体する、フュージョンで合体したやつですね、はい、すごい、ゴジータね。そうです、これ結構あれなんじゃないですか。まあ、次こうよ。そうですね。ドラゴンボールの方に夢中になっちゃって、でまだ余ったんで、うん、まだ余る、まだ余った。これ140円です、ちなみに140円、はい、で
とりあえず100円で、はい、いい宝くじ売り場でこのレインボーくじを買いました。これ100円なんでこれいくらになるかわからないですけど、ね、一応そうスクラッチかなと思って買って、それもなんか動画撮れるかなと思ったんですけど、スクラッチじゃなかったんで、ね、はい、スクラッチはでももうちょっともう140円じゃ買えなくて、ね、ちょ宝くじを1枚100円で買いました。これってあのルミエールの脇の宝くじなんでしょ。そうですね、なんか名前あるんですかね、ルミエール脇の宝くじ屋さんでしょ。そうですそこで買いました。そうだね、はいはい、100円でいい買い物ですね、はい、ありがとうございます。すごい。で最後40円余ったんで、これ40円使うのって結構難しいんですけど、見つけましたよ小ぶりの大根これ、ね、小ぶりの大根40円だ、はい、40円だったんでちょっとこれで、うん、でこれで何そのこれはですねこれ読み方どうなんて読むんですかね。え、ああ一回ね紹介しましたよね。そうだね、うん、いや誰も知らないなうんうんって言うだけで読み方は誰もわからないですけど、ね、これはいちょっと、はい、で40円で、大根を、はい、買いました。はい、締めて締めて、全部でちょうど2000円でございます。ありがとうございます。ぴったり。これは、あ、そっか、言ってなかったでしたっけ、東京花市場さん。東京花市場、あ、でっかいとこだ。そうです、東京花市場、商店街の中にあるやつですね。で、買いました、東京花市場さんで、はい、で全部で、まあ、5点ですね、はい、でもこれ1200円で買えるんですね。そう、いいですよね。ね、いいですね、うん、まあ、ということで2000円あればこんだけ買えるというところですよね、うん、まあ、ぜひ皆さんも、うん、エンディング、エンディング、ね、早くね、鍋ちゃんに行きたいというわけで、はい、皆さんいい買い物しましたね。はい、これは皆さんはちゃんとお持ち帰りになってください。はい、はい、ということで皆さん新小屋でお買い物をしましょうということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。